つむら症性流油を開封し下流を示した。ところ症性流油とは、漢方薬の一種。出典は、召喚論。病院で処方される医療用医薬品と、薬局等で購入できる一般用医薬品がある。気管支援、気管支喘息、鼻水、薄い水用の炭を伴う咳、鼻炎などに用いる。気管支喘息、鼻炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎。 感房、気管支援通年性ビアレルギー患者186、例による二重毛剣ランダム化比較試験において、小生流意は、プラセボ群に対して、くしゃみ発作、微重、微閉等が優位に改善した。水溶の単、全名及び外装のいずれかを有する軽症から、中等症の気管支援、患者200例による二重毛剣ランダム化比較試験において、小生流意は、 プラセボ群に対して、咳の回数、咳の強さ、格段の切れが優位に改善した。半下、環境、肝臓、経皮、ゴミ子、細かのと、尺薬、魔王星流は、中国の神話に出てくる詩人の一つで、東方を守護する神である。星流の青は、魔王の色の青さから名付けられたという。星流湯には大星流湯、小星流湯があり、大星流湯ほど、 症状の激しくないものに用いる。アルドステロン症のある患者、ミオパシーのある患者、低カリウム血症のある、患者間質性肺炎、偽アルドステロン症、ミオパシー、肝機能障害など。ババシュンキチ、大阪地節保か、小生流油の通年整備アレルギーに対する効果。二重、冒険比較試験、自備臨床第88巻第3号、1995年3月。 pp389-2009 年12月29日、閲覧。宮本明正、井上洋西か tj-19 津村小生流油の基幹支援に、対するプラシーボ対象20毛検軍艦比較試験、臨床医薬第17巻第8号、2001年、pp1189 から1214-2009年12月29日、閲覧。 ありがとうございます。